監督の沖田俊一と申します。今日は、見てくださってありがとうございます。大体いいことは俊吾さんに言われてしまったので何を話しにもね、なんかちょっと、女性の限定の、オーディションをしまして、演技経験を問わずというところで、ちょっと今までにない新しいなんか試みをしてみようかなというふうに思って、もう紅葉の綺麗なあのところでっていう妙高の方をロケハンしたときに、あのネギさんとお会いしまして、とても、素敵な方だったので、帰り際に、まあ、冗談半分でオーディション受けてきませんかって言って、帰ったらネギさんから本当に応募が来まして。およそ40人近くの方とお会いして、いろんな方からいろんな話を聞いた中で、自分その人に合ったその人に合った形でまた脚本を書き直したりしながら、ちょっとね、その人に合わせた脚本を書いて映画を撮っていくというちょっと不思議なあの撮り方をしています。なのでちょっとその辺もなんか面白く見ていただければと思います。はい、妙高への感謝は大体もう結構朝から晩までされるんですけど、黒い温泉に浸かりですね、美味しいご飯を食べ、なんとか乗り切りました。もう妙高がたくさん、画面に出てくると思うんで、その辺も楽しんでいただければと思います。今日は本当にありがとうございます。根岸純純の役をやらせていただきました。妙高の八千草薫です。家と言われたり勝手に言ったりしておりますが、妙高の宣伝がと言いますか、日本に妙高というところがこんなにいいところだっていうのが分かるといいなというふうに思っています。初めは裏方で一生懸命に手伝うつもりだったんですが、出していただくことになりまして思いっきりポーズを撮った写真が良かったのか出させていただきました。演技しないで素のままでいいということだったので、素のまんまの私が